フリーに伊藤みどりさん期待したいと思いますが、さあ女子シングル八木沼純子さんの姿が見えました。14人が出場しました女子シングルオリジナルプログラム。高校3年生になりました八木沼純子さん。今日は五十嵐さん、佐藤選手の滑りが非常に良かっただけに、八木沼さんとしても燃えるものがあるんじゃないでしょうかね。そうですね、まあ、伊藤選手それから佐藤選手の滑りをですね、もう見て、そしていよいよ自分の番ということだと思いますので、まあ、まあ、密かに心の中でですね、期するものがあると思いますね。14番八木沼純子さん、佐藤さんも見つめます。ロックンロールのリズムに乗っていきます。スピードはありますね。はい、最初のジャンプコンビネーション、トリプルトーループ、ダブルトーループ、決めた。ダブルアクセルは決まりましたね。スパイラルステップシークエンスです。シニアに入って3シーズン目になります八木沼さん。綺麗なレイバックスピンですね。このあたりの表現力です。ストレートのラインに乗っていきます。非常にいいストレートラインステップですね。観衆3200人、手拍子の大切アリーナです。もう一つジャンプがありますが、なかなかいいコンビネーションスピンですね。こういう時にジャッジの前で終わるのっていうの気持ちがいいんですよね。日本の八木沼純子さん、好調の今日の日本の女子。とにかく自分のベストを一つ一つ頑張っていきたいと試合前に話していました。去年の世界選手権は12位、今年シーズン早々のスケートカナダでは第5位。5歳から始めたスケートですが、何かこう落ち着いたしっとりとした大人の雰囲気が出てきたんじゃありませんか。そうですね、やはり大きな大会に、ね、出て、まあ、いろいろな苦労しているわけで、まあ、その辺がやはりそういう落ち着きとかね、まあ、離れという言葉にもなりますけれどもなってきたと思います。この辺のトリプルトーループ、ダブルトーループも極めて落ち着いてこなしてますね。これはダブルアクセル、まあ、今得点が出ます。福原美和コーチと見つめる先、ご覧の得点です。まあ、この滑りでしたら、まあ、全体との関、まあ、まあ、相対関係になるんですけども、まあ、5.4 か5ぐらいはやはり出してあげたいですね。
5.2 というジャッジは6番アメリカのジャッジ。そしてプレゼンテーション 5.6 5.4 5.5 5.6 5.6 5.3。順位が出ました。女子シングルオリジナルプログラム1位が日本の伊藤みどり、2位アメリカのトニア・ハーディング、3位日本の佐藤由香、そして第4位が日本の八木沼純子さん、5位がソビエトのザモティワ。このザモティワを上回って佐藤八木沼選手が上に来たということは大きいですね。そうですね、大健闘ですね。まあ、いかにこのオリジナルプログラムでの失敗が試合の、ね、成績に響くかということですね。今度の大会にはかつてジュニアで争っていた稲京子、現在、アメリカ国籍京子稲選手は、初日は第6位ということですが、そのかつてジュニアで争っていた選手がこうしてシニアの大会でも。